北カリブ自治地域、または北カリブ海岸自治地域は、ニカラグア北東部にある自治地域である。1986年に旧セラヤ県が2つに分割して設けられた。2014年2月10日までは、北アトランティコ自治地域と呼ばれた。西部にヒノテガ県、マタガルパ県、南部に南カリブ自治地域、北部にリンゴ国ホンジュラスと接している。東部は、 カリブ海を望み、沖にはミスキート海峡を挟んでミスキートス諸島が浮かぶ。ほとんどがモスキートス海岸と呼ばれるカリブ海側定地で居住者が少ない。南部にグランデ川、北部にココ川がいずれも西から東へと流れている。面積32,159平方キロメートルで国内最大人口249,700人、自治地域の首都は またがるパと使用幹線道路で結ばれているカリブ海沿岸のプエルトカベサスである。ありがとうございます。